よいしょ。よいしょ。こんにちは。お昼。お昼になりました。ピロッ。イエイエイエイ、お疲れ様。朝ぶりです、朝ぶりです。ありがとう、しないカウントよろしくお願いします。3枠目ですねちょっとごめん、汚くなっちゃってる。後で書き直しとくけど、時間も変わってるの。ツイートしよう、ポストしよう。そうね、この枠は星投げ3周よろしくお願いします。カウントもみんなありがとう。聞いてほしい私の話耳だけ聞いてほしい。あのね、さっきじゃないや、朝配信が終わってから、その夜配信でね使うものを注文してて、それが届くのが8時から12時の間の時間指定しててさ、だから私ずっと待ってたのちょっとさ、早めに届いたらちょっと時間あったら寝たりできるかなとか思ってさ待ってたんですけど、なんと届いたのが11時50分いや、届いた届いた、安心してほしい、そこは、そこは安心してほしい。11時50分そう、時間内、時間内だけど、私8時からずっと待ってた。まあね、時間内だから全然、ありがとうございます。なんならね、昨日頼んだからさ、ありがとうございますという感謝の気持ちなんですけど、なるほどねってなるほどねって思いながらそう、ということで寝れんかったなんですよ。ちょっと買い物とかも行きたかったんですけど行けなかったので、この後行こうかなという感じです、という感じですよ。そう、確かに私はね、何も言えん、それについてギリギリを攻める女なのでそうという感じ。ありがとう、みんなお昼にありがとね、ありがとね。暑いのかな今日は。からもうずっと今のところ室内にいるので分かんないけど、みんなもじゃあ暑さ気をつけて、気をつけて。なんかね、お昼ご飯を食べますって言ったんですけど、買いに行く時間がなかったのと、あんまり食欲がないのでどっちかな、もう私の家にあるストック、どっちか飲もうと思う。
どっちがいいかな、どっちがいいかな。みんなも今お昼休み？あ、でもさ、多分あのどっちか選んで飲もうって思ってたんだけど、私のほらこのさテロップも無意識にレモンの絵文字使ってるしさ、確かツイートでも私ポストでもポストでも確かレモンの絵文字使ってたから、なんかもう無意識に多分こっちが飲みたいんだと思う。私はこっちのも、これはもうめちゃめちゃ飲んでます。私普段公園ある日とか朝早い日とか大体飲んでる。普通のあの瓶のキレートレモンも今家にあるけど、それも飲むよく。いただきます。なんか回復されるらしい、疲労が回復されるらしい。なんかさ、これも配信で飲んだこととかなかったからなんか変な感じ、変な感じ。そう、あのね、お昼じゃないや、 5枠目と6枠目の配信時間を変えさせてもらいました。変えさせていただきました。前のままだったらちょっと2週が厳しくなってたので、ぜひ把握よろしくお願いします。私の回る回数が厳しい場所が出ちゃってたので、ありがとう。ここ18時35分からだったんだけど、ここが18時15分からになっておりますので、把握お願いします。星とかもいっぱいありがとうございます。皆さんありがとう。ちゃんとありがとう。5枠目が18時15分からで、6枠目が19時20分からに変えさせていただきました。こちらでよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたらね、この7枠目が3周できるっぽいんですけど、なので20分しかないけど、もしできる方がいらっしゃったら3週7枠目よろしくお願いします。という感じ。表紙狙ってるのって、もちろん1位を目指してます。あ、そっか、3社無理？あ、じゃあごめんなさい、なんでもないごめんなさい、なんでもない。あ、無理か、ごめんなさい。で、今のはなしで
します。こちらでよろしくお願いします。許さない勘だって間違いに過激派がおる。こんにちは。お昼お疲れ様です。午前中お疲れ様です。食レポ？なんかもうね、多分みんなが思ってる以上に私はこれを食してるのでそう、私の血液になってるので、なんかね、食レポとかじゃもうないもうなんかもういつものいつもの味。いつもの味って感じ。また煽られてるんだけどまた煽られてる。え、でも縮まってるよね。ありがとうございます。みんなの頑張りのおかげ、一緒に走ってくれてありがとう。ありがとう。私の血液って感じの味がします。この前髪はね、絶対に良くないよねちょっと髪型は目をつぶってほしい。ちょっとボサボサで申し訳ない。なんならこれ止めてた方がいいレベルかも。いいかもしれん。ピンがない。ピンがないよ。私のピンがないよ。ピン、なんでないの。だいたいピンはメイクポーチの底に沈んでるんですよね。大丈夫そう？大丈夫そう？あ、大丈夫じゃないかもしれん。何時までだっけ？35分まで。あと10分。なんか、もうおでこ出しキャラでいこうかな。なんかあれかも。すごい元気感が出ていいかもしれん。さっきさ、タワーくださってたよね。カズサさん、めちゃかわいいタワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。めちゃかわいいタワー、頑張ろう。トリケロさんもペンギンのタワーありがとうございます。ありがとう。ヘアタワーです。ペンギン、私ペンギンのさ、ネックピローを持ってるんだけど、明日それを持っていこうと思ってる、お仕事に。ちょっと寝れる時は寝ようと思う。ビルマさん、もうフルーツのタワーありがとうございます。フルーツありがとう。レモン、私は今、あれ、私のレモン
キレートレモン。ありがとう。頑張ります。山井さんも熊タワーありがとう。ありがとう、ありがとうございます。嬉しい。頑張る、頑張るね。タオルケットとかも持って行ったらいいかも。そうよね、新幹線の中、あ寒いよね。頑張るよ。頑張るよ。あ、新幹線かわからないですけど、ですけど、あの移動前回乗った時すごい寒くって震えてたから、新幹線の中でタオルケット必須かも。必須かも。どこでも寝れるよって。でも私意外と新幹線意外と寝れないんだよね。意外と寝れないんだよ。なくなっちゃった。なんか元気になった気がする。元気になったかもしれない。速攻の効果があるのかもしれない。なんかこういう系めっちゃ買っちゃう。最近これも好きなんよ。最近なんか最近から見るようになったかもしれん。ずっと前から売ってたのかな。割と飲みがちかも。こちらもこれも美味しい。これも美味しい。ありがとう。お昼、お昼にありがとうございます。あ、28分ありがとうね。35分までだね。次の配信は15時10分から。これは5分間だけなので、もう本当にあっという間に終わっちゃうと思うけど、ぜひ皆さん星を投げてくださると嬉しいです。でもね、星集めで精一杯で、精一杯でコメントほとんどできないって。ありがとう、ありがとうございます。本当に力になってる。ありがとうみんな。今日もずっとおでこデーにしようかな。しようかな。なん。これ出て星投げ忘れてました。みんなありがとう。お忙しい中ありがとうございます。
の後も頑張っていきましょう。応援しております。でもよかった、宅配が届かなかったらちょっとどうしようって考えてたから、届いてよかった。髪の毛伸びましたねって思った。前回福岡のツアーの時にポニーテールした時めっちゃ思ったよ私。ギフト読まないとダメなんだよって。ギフト私ちゃんと見てるんだけど、全部ギフト読みに全部読んだらさ、全部ギフト読みだけで終わっちゃうかなって思って、ちゃんと目に焼き付けてはいるんですけど、どっちの方がいいかな、全部言った方がいいかな、どうなんだろう。でもちゃんとね目に焼き付けてるよ、ありがとうございます、ありがとうございます。ちゃんといっぱい頑張ってくれてるの、ちゃんと見てる、ありがとう。待って、もうこんな時間なの。誕生を読ませていただこうと思います。13位、パフィンさん。12位、スギアンさん。11位、エビさん。10位、ツナマヨさん。9位、静岡の天パのタケさん。8位、アッキーザー大好きマンさん。7位、ヨシヒコさん。6位、昔からおじんさん。5位、ゆずきちさん。4位、トリケロさん。3位、ビルマさん。2位、ヤマイさん。そして1位、カツタさんです。ありがとうございます。ありがとう。みんなお昼のもありがとうございます。お忙しい中お力を貸してくださって本当に本当に本当に支えになってます。もうこの配信このあれで縮んでる差が縮んでる、本当にみんなのおかげだよ。ありがとう、ありがとう。また次はもう次は多分ね5分間だからわーわーわーって言ってなんか終わっちゃうかもだけど次は15時10分からですのでよろしくお願いします。ね、なかなかねお仕事とかで難しい方も多いと思うので、来てちょうど都合がつく方は来てくださると嬉しいです。ということでそろそろだね。ありがとうございました。ありがとう。いやいや頑張っていきましょう。いや皆さんも午後もファイトです。応援してます。じゃあね、またね、バーイ。